どうもじゃあ篠原です。今回は英検を受けろという話をしたいと思います。で、理由は単純です。理由は単純で、新しい受験制度に変わろうとしています。で、新しい受験制度になると、今の大学受験は本番一発勝負で運でもまぐれでもいいから合格点取れたら合格だったんですけど、そうじゃなくてそれまでの学習態度とかも評価しましょうっていう、まあこれは改悪だと思ってるんですが、改悪をしようとしてるんですよ、国がアホだから。で、これしてるんですけど、その対策として高1からは、あるいはスピーキングが必要になったりとか、センター試験がなくなったりとかっていろいろ変わるので、高1のうちにできるだけ将来を見据えて何らかの資格を取っといてほしいんですよね。で、一番うってつけなのが英検だという話です。で、なんで英検かっていう話もします。で、いろんな大学受験では、とか、まああともう名前出しているよ、TOEICとかね、TOEICかちょっと分かんないですけど、TOEICで、あと TOEFL とか、いろんな英語の資格ありますよね。で、英検が一番いいよということです。で、なんで英検か。まず、なんか T なんとかっていう最近よくわからんできたやつあるでしょ。で、あれは正直受けてもいいですけど、正直時間の無駄だと思う。なんでかっていうと、受けたところで、点取ったところで使えるの大学入試までなんですよ。で、それって意味なくない？その大学入試が終わった後、末永く使える資格の方がいいと思うんですよ。少なくとも就職まで使える方が。で、 T なんとかって別に世間一般に認知されてないですよ。僕も知らなかったもん。この業界にいないと知らないですよ、そんなもん。っていうのを就活で使えませんから、受験だけに特化したやつなんで使えませんので、 T なんとかあれは受けないでください。金と時間の無駄です、あれは。で、TOEIC、TOEFL、この辺はいいと思うんですけど、まず TOEFL に関してはこれはめちゃめちゃ難しいです。これはもともと日本人とかアジア人向けに作ったやつじゃないんですよね。ドイツ人とかフランス人とか英語圏と比較的近い人たちが、アメリカとかイギリスとかに留学するためにあるようなもんですので、もともとヨーロッパ圏あるいはヨーロッパ英語にこう慣れ親しんでいる人が受けるのに向く試験なんですよ。あるいは留学したいとか、英語力がただでさえあるのにもっと鍛えたい的な人が受けるのに向く試験であって、そこら辺の高校生が受けてどうこうなる試験じゃないです、あれは。僕も怖くて受けてませんし、高い。2万するんすよ。2万ですよ。2万ってスイッチ買えるよね、任天堂スイッチ買えるぐらいじゃないですか。中古だったらプレステ買えるかもしれないですよね。それぐらいのお金ですよ。これはちょっと払えないですよね。で、それでボロクソにやられて終わりなんですよ。なんで TOEFL は今は受けない方がいいと思います。高校でやるんじゃなくて大学入って留学したいなと思った時に受けてみるのがいいと思います。で、TOEIC、 僕も TOEIC は受けました。810点取りました。で、取って分かったんですけど、あれも高校生向きじゃないです。なんでかっていうと、TOEFL よりは簡単です。 TOEFL より簡単なんだけど、その分、ビジネス寄りなんですよ、すごく。で、例えばなんですが、コピー機が出てきたりとか、あるいは、経費 ですとかあるいは、明細書とかね、ステートメントって言うんですけどとかが出てきたりするんですよ。で、ステートメントって多分受験では声明で習ってるよね。声明文とか習ってると思うんですけど、とかなんですよ。で、しんどくないですかまず社会というか、就職してからどういう仕事を、どういう感じで仕事がこう行われているのか、経費って何やとか、そういうことをある程度知っていてなお、それを英語で言うと、へえ、こんな風に言うんだっていう感じなんですよ。だったらいいんですけど、高校生で、経費って何、経費で落とすってよく父ちゃん言ってるけど何それみたいな風に思ってる状態でやったところで何にもなりません。ただの、時間かかるだけになりかねない、なりかねないです。だから個人的なおすすめとしては、英検なんですね。英検っていうのは、高校生が受けることを想定しています。高校生が受けることを想定していて、かつ就職にも使えます。で、
今の英検だいぶ昔と変わってきまして、まあだいたい一緒なんですけど、まあちょっと変わってきまして、そのちょっと TOEIC 寄りに寄せてきてるんですよね。で寄せてきてて、なんかこうなんでしょうね、今風になったというか、昔確か英検か漢検か忘れたんですけど、受験料ちょろまかしたりとかしてたんですけど、なんかそういう球体イベントした試験制度からちょっと変わりつつあるのかなって、まだだいぶはそうなってますけど、ちょっと変わりつつあるんですよっていうこともあって、英検に関しては受験生が受けても意味が、まあ受けやすいで、料金もそこそこお手軽、料金もお手軽で受験生受けやすいようなテーマ題材で、未来英語を一生使える、英検準一受かったら仮に大学、まあ大学入試ではみなし満点とかでなんかいい感じで、有利に進むし、大学卒業した後就職しても英検準一持ってますって言って履歴書に書いて、あこの人英語力あるなと思って有利に進むので、なんか T なんとかっていうよくわからん試験とか TOEIC とか TOEFL とか受けるよりも英検を受けた方がいいと思います。はい、ということで、今回ですね英検のステマでした。まあもし、いろんなねそういう英語の資格考えてるんであれば英検ぜひ目指してみてはいかがでしょうか。今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。